鶴穂洋介は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員。内閣府特命担当大臣、国土交通大臣政務官、参議院厚生労働委員長、参議院決算委員長、参議院議員運営委員長、国土交通副大臣、自由民主党参議院政策審議会長等を歴任した。現在、 株式会社東用マテリアルの顧問も務める。大阪府大阪市生まれ。大阪府立天皇寺高等学校卒業後、東京大学文科一類に入学。専門課程では、東京大学法学部に進学し、若泉隆の国際政治学を学ぶ。東京大学法学部卒業後、衆議院議員、小沢一郎の秘書を務める。1996年の、 第41回衆議院議員総選挙に、和歌山2区から新進党公認で立候補したが、落選。1998年、第18回参議院議員通常選挙に、自由党公認で、和歌山県選挙区から出馬する。この時2回、俊博の人頭指揮の下で、選挙活動を行い、自由民主党現職の元法務大臣、前田伊佐夫を破り、 当時最年少の31歳で初当選。これ以来、二階の庇護の下で生きる、喫水の二階派となった。2000年の自由党分裂に際しては、自治公連立政権に残留する道を選択し、保守党決闘に参画する。その後保守新党を経て自民党に所属。2002年、第一次小泉第一次改造内閣で、 国土交通大臣政務官に任命された。第一次小泉第2次改造内閣で留任し、その後の第2次小泉内閣で再任される。2001年頃から事実婚の関係にあった自民党衆議院議員野田聖子が2005年の優勢国会で優勢民営化法案に反対票を投じ、第44回衆議院議員総選挙に無所属で、 出馬することを決める。これを受けて、同年8月10日、夫としては当然、妻の応援に向かわねばならないと述べ、所属する2回グループに、大会届を提出した。なお、この総選挙で、初当選して、同じ2回グループに所属することになる。川城鹿は、2004年の第20回参議院議員、通常選挙では、民主党公認で、 和歌山県選挙区から出馬し、鶴穂に敗れている。再選を果たす。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、鶴穂が所属する2回グループの衆議院議員は、会長の2回俊博を除く全員が落選し、2回グループは、伊吹派に合流した。2010年7月の第22回参議院議員、通常選挙に、 自民党公認で和歌山県選挙区から出馬。自民党に復党した野田聖子の応援も受け参戦を果たす。同年10月、参議院決算に委員長に就任し、2011年には参議院議員運営委員長に就任した。議員運営委員長ポストは2010年の第22回参議院、議員通常選挙で与党が参議院で過半数割れを起こして以降、 自民党議員に割り当てられていた。2012年12月、第2次安倍内閣で国土交通副大臣に任命され、2013年9月まで務める。2014年9月、自由民主党参議院政策審議会長に起用された。2016年7月の第24回参議院議員通常選挙に自民党公認、公明党推薦で、 和歌山県選挙区から出馬し温泉。2016年8月、内閣府特命担当大臣として初入閣。国立大学法人運営費交付金の推移1998年、第18回参議院議員通常選挙の選挙運動で、鶴穂の運動員である会社役員及び会社員が公職選挙法違反容疑で逮捕された。会社役員及び会社員は、 同年6月末、鶴穂への投票と票を取りまとめる報酬として、現金数万円を手渡ししたとされる。そして、現金数万円を受け取ったとして、和歌山県三浜町に住む団体役員が、公職選挙法違反容疑で逮捕された。これとは別に、石油小売販売業者も、鶴穂への投票と票の取りまとめを依頼したとして、公職選挙法違反容疑で逮捕された。 この石油小売販売業者は、6月16日頃、海南市内の飲食店で、有権者6、7人に対し、それぞれ4000円から5000円程度の酒や、食事の接待をしたとされる。2004年、年金未納問題が浮上した際、鶴穂は、未納があるかないかも回答できないとして、国民年金保険料についてのアンケート調査への回答を拒否した。 他の和歌山県選出の自民党議員も同様に回答を拒否した。しかしその後、鶴穂が1995年4月から1997年4月、及び1998年7月の合わせて5年、4ヶ月間にわたって年金を支払っていなかったことが発覚した。これに関して、鶴穂は諸般の事情で払うことが叶なわなかったと説明している。 2004年、第20回参議院議員通常選挙で、和歌山県由良町の都選業者が鶴穂への投票を依頼したとして、公職選挙法違反容疑で逮捕された。この都選業者は、鶴穂への投票と票の取りまとめの報酬として、和歌山市内の飲食店で知人4人に対し1人、あたり1万円相当の飲食の接待をした。2006年10月10日夕方、 鶴穂が大阪府河内長野市内にある国道で乗用車を時速95キロで運転し制限速度を35キロ超過したとして大阪府警河内長野署に道路交通法違反の容疑で検挙された大阪府警は同年11月鶴穂を羽引野区検察庁に書類送検した鶴穂はその後 和歌山区検察庁から同行法違反の罪で略式起訴され、同年12月20日、和歌山上裁判所から罰金の略式命令を受けた。鶴穂は会合に出席後、関西空港に向かう途中だった。夜は東京でも会合があり、登場時間が迫っていたので、ついスピードを出しすぎたと釈明し、今後は襟を正すと述べた。また、 自身のウェブサイトに、どこから、こんな情報が出るんですかね。急いでいたとはいえスピード違反はよくありませんね。反省、反省、反省。数年ぶりの交通違反。また、襟を正さねば、とコメントを書き込んだ。また2016年7月2日には再び、速度違反で、鶴穂は摘発されている。 午前7時55分頃、大阪府泉市内の高速道路で車を運転中、時速123キロで走行、制限速度を43キロ超過した。速度違反自動取締装置、オービスに記録され、反則ギップの中でも、重い、赤ギップが交付された。大阪府警は8月、道路交通法違反容疑で、書類送検した。鶴穂は、 行政処分で30日間の免許停止となった。事件発覚後、鶴穂は大臣業務は続けるとして辞任を否定した。その上で、7月の頭だと思うが、具体的には忘れている。取り締まられたことは知らず、あ、そんなに出ていたのかと、後で思った。参議院選挙で、他の候補者の応援に演説に行く途中だった。渋滞に巻き込まれて急いでいたと述べた。 そして、今後、しっかり襟を正していきたい。襟を正して職務に邁進していく。襟を正して職務に精霊したい。襟を正して頑張る。それに尽きるなどと釈明した。さらに、これも一つの経験だと、前向きに捉えるとした。その後、鶴穂が、東京在住のため大阪から東京に移送され、略式手続きは、東京区検察庁が担当した。 東京区検察庁は9月16日、鶴穂を道路交通法違反の罪で略式起訴し発表した。同日、東京管理裁判所は罰金の略式命令を出した。罰金6万円を即日納付した鶴穂は襟を正して頑張りますとのコメントを出し、鶴穂の事務所も今後襟を正して職務に励んでまいりますとコメントした。 10月26日の衆院内閣委員会で、この件が取り沙汰された際、鶴穂は、免許停止の状態は受けました。めでたくも帰ってきた。襟を正して頑張って参りたいと述べた。さらに、2006年及び2016年の、道交法違反以外に交通違反で、略式起訴されたことがあるか質問された鶴穂は、スピード違反だったかはわからないが、あったかもしれないと回答し、 否定しなかった。その上で、交通違反だけでなく、様々な点で私は襟を正さねばならないと思うと、述べた。2006年、和歌山県発注の月水道工事に絡んだ、談合事件で、会長らが逮捕された建設会社、丸山組から、鶴穂が10年間にわたり不当に安くマンションを、借りていたことが発覚した。マンションは、 JR 海南駅から約300メートル離れた、地区28年6階建てで、鶴穂は1996年頃からその4階部分の一室を、自宅として借りていた。鶴穂は、月額3万円で丸山組からマンションを借りていたが、これは相場から3万円、ないし4万円ほど安かった。この問題に関して、鶴穂は、やましい関係はないと話し、 鶴穂の事務所も安い価格でマンションを提供してもらっているが、見返りに便宜を図ったことはないと説明した。なお、鶴穂は丸山組から計440万円の献金を受けていた。石田正都議員や二階、俊博議員も丸山組から献金を受けていたことが発覚しており、三人とも和歌山県から選出された自民党所属議員であった。 これに関して、鶴穂の事務所は、適切に処理して何ら問題のない献金と、釈明している。鶴穂が代表を務める自民党支部が、2008年に、贈賄容疑で社長が逮捕された、土木会社、牧野組から献金を受け取っていた。政治資金収支報告書によると、1年間で、計65万円の献金を受けており、そのうち45万円は処分後であった。 鶴穂の事務所は、法に則っ,って処理している。担当者は、処分を知らず、道義的問題については事実関係を調べ、考えたい、確認を怠った事務的なミス。法的に問題はないが、返還する方向で適切に対処したいと述べた。2014年11月、鶴穂が代表を務める自民党支部が、女性が接客するキャバクラやラウンジの飲食代5回、分。 計約25万6千円を2013年分の政治活動費として支出していたことが発覚した。報告書や領収書によると、2013年2月に六本家のキャバクラで計8万8千円を会合費として支出し、同年6月に六本家の別のキャバクラで3万円などを会費として支出していた。さらに2012年にも、 ラウンジやクラブの飲食代3回分、計17万円を政治活動費として支出していた。同志部の会計責任者は、誤解を招く支出だったとしており、鶴穂の秘書も、不適切な支出だったと認めた。これとは別に、和歌山市内のクラブなど3点でも3回にわたり、会合代などとして、約13万8千円を支出していたが、鶴穂の秘書は、こちらは、 講演会などとの会合で仕事として参加したもので適切としている。2017年、鶴穂の事務所が銀座にあるキャバレーでの飲食代19,400円分を2013年度の政治活動費として支出していたことが判明した。このキャバレーは20代から30代の女性100人ほどがフロアレディとして在籍する賑やかなキャバレーとして知られており、 仕事の打ち合わせができるような場所ではないと指摘される。なお、鶴穂の事務所は、この事実が判明する前の2016年10月に、収支報告書を訂正し、このキャバレーへの支出を削除していた。2016年8月、複数の週刊誌で、鶴穂が18歳年下の女性とのトラブルが、報じられる。2011年から交際が始まったが、 2013年夏に女性の妊娠が発覚。女性は間もなく生まれてくる子供のことを考え、早く入籍したいと訴えていたが、鶴穂は最初拒否。鶴穂の両親、とりわけ母が二人の結婚に乗り気ではなかった。鶴穂は入籍する条件として同時に離婚届を女性が書くことを要求、しぶしぶ鶴穂は入籍した。 妊娠している女性に対して、鶴穂は、寝転がる時は俺に断ってからにしろ。トロトロ歩くな。早く歩けといった暴言を浴びせかけたとされる。こういった一連の鶴穂の言動に対して、週刊新潮は、鶴穂は、冷血感などと報じた。そして出産2ヶ月後の2014年4月、女性が知らない間に、鶴穂が、離婚届を提出。 女性は養育費、月額10万円を支払ってもらうことにして、離婚に同意した。しかし2015年10月からは、その養育費の支払いが滞った。鶴穂は、養育費に関しては、振込先口座の変更があったため一時的に、支払いを停止していたと述べている。女性の父は鶴穂について、彼は立派な職業についておられる方ですが、 思っていた人柄とは全く違っていたのでがっかりすることの連続でしたと述べている。2013年、鶴穂の資金管理団体、鶴商会が開催した政治資金パーティーで政治資金規制法で定められた上限を超える300万円分のパーティー券を販売していたことが発覚した。鶴穂の知り合いである山梨県にある観光振興を目的とする NPO 法人の副代表などが法令の上限を超えるパーティー券を他人名義で購入するなど偽装工作をしていた。副代表によるとパーティー券の購入直後の1月16日に当時国土交通副大臣の鶴穂と国土交通副大臣室で面会していた。同年3月、この NPO は国土交通省が所管する観光庁の補助事業、 官民共同した魅力ある観光地の再建、強化事業の支援先に約8倍の競争率を突破して選ばれた。この NPO はさらに翌年2月に観光地ビジネス創出の総合支援にも選ばれた。これに関しては最初のパーティー券購入からこの NPO がトントン表紙で補助金対象に選ばれていることを考えると 鶴星が何らかの口利きがあったと見るのが自然だ。少なくとも、鶴星は最初の補助金決定の際は副大臣の座にあり、その職権によって便宜を図っていたとなれば明らかに収賄に当たるだろう。鶴星は口利きなどの便宜を図った疑惑を否定しているが、外形上はかなり怪しいなどと指摘されている。毎日新聞は社説で、 政治資金問題といい、一連の発言といい、閣僚としての資質に大きな疑問があると論じている。2016年11月21日、鶴穂は事務所では適正に処理した認識だったが、まずは襟を正す意味で返金したと述べ、300万円は購入者に返金したとした。菅義偉官房長官はこの件に関して、 国民に不信を持たれないよう説明責任を果たしていただきたいと述べた。また、与党公明党の井上義久幹事長も政府与党協議会で鶴保氏には説明責任を果たしてもらいたいと強調した。野党民主党の野田義彦幹事長は国会できちんとした説明がされていない。しっかり調べた上で説明責任を果たしてもらわなければいけないと述べ、 さらに詳細に説明するよう求める考えを示した。その他、鶴紹介が2013年10月に開いた政治資金パーティーで前年に法人税法違反容疑で逮捕された免税店経営会社の台湾系米国人社長が自社の役員名義でパーティー券を100万円分購入していたことも判明した。なお、鶴穂は2012年に 国土交通副大臣に就任し、2013年の退任後も自民党観光立国調査会の事務局長として外国人観光客向けの免税対象品目拡大に取り組んでいた。そのため、利害関係者から金を受け取り、その見返りに動いていた可能性もあると指摘されている。鶴穂が代表を務める自民党和歌山県参院選挙区第二支部が、 2015年10月にゴルフ代2回分契約2万9000円を政治活動費として支出したことが2016年11月30日に県選挙管理委員会が公表した同年分の政治資金収支報告書で判明したこの件について事務所の担当者は業務の一環で支出に問題はないと考えていると話したが他方で 政治資金をめぐる国民の目線は厳しく、今後、どのような支出の形にすべきか考える余地はあるとも、語った。なお、同志部は2013年には3回分契約3万3000円を、2014年には6回、分契約9万2000円を、ゴルフ代として、政治資金から、県内外のゴルフ場に支出していた。 ヘノコの移転に関係する埋め立て工事問題で鶴穂に陳情を行った鹿児島県の採掘業者が公園会長である鶴穂に数十万から数百万の面会料を要求され現鶴穂沖縄担当省に渡したと業者の証言から報道された陳情は11回繰り返され面会料は合計850万に上るという関係者の証言によると 面会料の他にも参院選の選挙運動で動員したメンバーの給与や有権者との飲み会の懇談の資金も業者が数百万負担したと説明しておりさらにこれを合計するなら千万に膨れ上がる計算となった他にも鶴穂が陳情の面会費が入った封筒を受け取った時一人で大臣室に入ったと話しているこの報道を受けた鶴穂は 私には全く身に覚えがないなどと主張している。2016年10月18日、米軍北部訓練場のヘリコプターリチャクリック隊の建設をめぐって、大阪府警察に所属する20代の機動隊員が、市民に対して、ボケ、ドジンガと発言し、同じく大阪府警察に所属する別の20代の機動隊員が、市民に対して、黙れ、コラ、 シナ人と述べた。当時、沖縄及び、北方対策担当大臣だった鶴穂は、都人発言については、大変残念な発言であるとして、襟を正して、警備に当たってほしいと述べたが、同時に、自分は、この発言が間違っているという立場にはないと述べ、さらにこの差別発言は、ことさら我々がこれは、人権問題だと考えることではないとの見解を、示した。 その後、10月31日には、発言は許されないとした上で、本当に差別かどうかということになると、いろんな問題が出てくると思うとして、土人発言が、差別発言に当たるかどうかは、判断できないとの見解を改めて示した。また、11月8日に行われた参院、内閣委員会でも、土人であるということが差別であるとは、個人的に断定できないと述べ、 言論の自由は、もちろんどなたにもあると擁護した。鶴穂の発言に対して野党から批判の声が上がった。社民党の又市政治幹事長は、そういう認識の人が、沖縄担当省というのが、本当に呆れ返る。資格がない、やめてもらいたいと厳しく批判した。民進党の福山哲郎幹事長代理も、非常に遺憾であり、許すことはできない。 沖縄県民の心情を踏みにじり、沖縄の歴史を理解しない非常に不穏当な発言と批判し、沖縄の問題にあたる資格がある大臣の発言なのか問われると述べた。同じく民進党の連邦代表も、法相や官房長官でさえも問題視したものを、担当閣僚がこんな考え方で沖縄に向き合うことができるのかと批判した。 同党の江田事代表代行は、どうして撤回されないのか、全く理解できません。こんな言語道断な沖縄担当大臣を任命しているってことはね、これは、一人大臣の問題ではなくて、安倍総理に跳ね返ってくる問題ですからね。一刻も早く交代させたらいいんじゃないでしょうかと述べ、一刻も早く辞めるのが筋だとして、大臣辞任を求めていく考えを示した。 同党の野田義彦幹事長は、大臣の資質にかける懸念を強く持っているとした。日本共産党の国田慶事国対委員長は、選挙と沖縄振興策はリンクしているとした、鶴穂の過去の発言を踏まえつつ、沖縄担当省にふさわしくないことが一層明らかになった。辞任を求めたいと訴えた。同党の田村智子議院議員も、土人。 シナ人という言葉は自分よりも劣る民族、人種という意味で差別的な部別用語として使われてきた。それ以外に使われた例なんて私聞いたことがない。鶴保氏は個別の判断はできないというが県民感情を傷つけたのかどうかも判断できないなら沖縄担当省の資格はないと批判した。さらに与党からも批判の声が上がった。 公明党の井上義久幹事長は特に沖縄の皆さんがこれを差別だというふうに受け止めているということを重く見てこれはきちっとしなければいけないことだというふうに思ってますいわゆる報道規制用語差別用語という位置づけになっている沖縄県民の長年の思いとして沖縄別紙差別の象徴としてこの言葉を捉えているということを 重く見る必要があると述べ、土人発言が差別に当たるとの認識を鶴穂に促した。また、安倍政権内部からは、なぜ鶴穂氏を起用したのかわからないとの声も上がった。沖縄県からも反発の声が上がった。沖縄県民は鶴穂の発言を県民に対する侮辱だと受け止めており、お長友知事も沖縄の歴史がわかっていれば出てこないと思う。 発言は大変遺憾で残念だ。沖縄担当省は、閣僚で一番沖縄に気持ちを寄せて、進行のために頑張っていく立場にあるのだから、言動が複数回話題になることは大変残念で、遺憾だ。鶴穂氏については、担当省として、沖縄というものへの理解が進んでいないのでは、ないかということが就任後からあった。なぜ、沖縄担当省という役職があるのかということも、 含め、もし議論する機会があったらしっかりと伝えたいと苦言を、呈した。ジャハナ・キイチロー知事公室長も、県民の心情を理解していないものであり、大変残念だと不快感を示した。2021年1月7日、菅首相は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1と3県において、 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を1月8日に出すと発表した。緊急事態宣言が発令された1月8日夜、鶴穂の公設秘書2人と、文博文衆議院議員の公設、第二秘書は、和歌山市内の韓国料理店で食事を取った後、別の和食居酒屋へ移動。そして3軒目の市内のカラオケバーで、 三人とも新型コロナウイルスに感染した。同カラオケバーでの感染者は定員を含め、計12名に及び、1月21日、和歌山県は県内21例目のクラスターと認定した。鶴穂が出馬した選挙の結果は以下の通りである。2017年1月4日に公開された参議院議員の資産等報告書によれば、2016年の 鶴穂の資産は、和歌山県岩出市と東京都港区にある土地3箇所、及び建物2箇所の固定資産税課税標準額が、計4667万円。さらに、普通自動車2台を所有し、2000万円の定期預金を、有する。その他普通預金なども有すると見られるが、資産公開の対象外のため、その額は不明。鶴穂の資産は、 2016年に当選した参議院議員121人の中で7番目に多い2016年に公開された鶴穂の資産は以下の通りであった鶴穂は資産公開にあたって厳しくしっかりとしなければいけないと周りからも言われ私自身もこの資産公開はしっかりと作ったつもりだとコメントしたしかしその後 東京都港区に所有する土地と建物について未報告だったとして2015年の資産等補充報告書の訂正を参議院事務局に届け出た。これについて鶴穂の事務所は事務所のミスで提出を怠っていたと説明している。鶴穂は2015年11月に東京都港区芝にあるタワーマンション30階の126平方メートルの一室を 購入した。1億3000万円の抵当券が設定済みのオクションとされている。国会議員は毎年末の時点で増えた資産があれば、それを報告する義務があるが、2015年末の補充報告書にはこの物件の記載はないため、明確な法令違反であると指摘されている。なお、鶴穂は港区芝のマンション一室を購入した後も引き続き、 議員宿舎に部屋を借りていたが、都内に住居を持っている議員は原則として、議員宿舎に入居できないことになっているため、これは、ルール違反であると指摘されている。鶴穂は、その後、2015年の資産等保持報告書の訂正を届け出た2016年9月末に、議員宿舎を引き払った。2011年に公開された資産等報告書では、鶴保は、 和歌山駅近くのマンションの一室を所有していると報告されていたが2016年の資産公開では鶴穂が同マンションを引き続き所有しているにもかかわらず報告されていないこの問題について鶴穂の事務所は兄に譲渡したものであり兄に確認したところ所有権移転登記を怠っていたと説明しているなお 登記上の所有に基づく固定資産税はどう処理したのか、譲渡所得税は適切に支払っているのかについては分かっていない。その後、2017年1月になってもマンションの名義は、鶴穂本人のままとなっていることが確認された。これに関して、鶴穂の事務所は、前回ご回答させていただきました通り、所有権移転登記に関しては現在手続き中であり、 司法書士に確認したところ、近日中に完了するとのことでしたとの説明を繰り返した。この問題について、神戸学院大学の上脇博之教授は、現在も、鶴穂大臣の名義なら資産公開の対象となります。あくまでご自分の所有でないとおっしゃるなら、きちんと名義を変更した上で、大臣としての説明責任を果たすべきですと述べている。 2011年に公開された参議院議員の資産等報告書によれば、鶴穂の資産は契約3865万円だった。内訳は以下の通りである。2005年に公開された参議院議員の資産等報告書によれば、鶴穂の資産は以下の通りであった。1999年に公開された参議院議員の資産等報告書では、 鶴穂の資産は以下の通り報告する資産なしとされていた。鶴穂は30歳そこそこの独身にしてはやや少なめといったところです。選挙でも看パしていただいていたほどで報告するような資産はありませんと話した。ありがとうございます。